もし美濃を強化したら、野望95の斎藤道さんはどうする？もしも国力がとてつもなく上がったら、どれだけ領土を広げるのかシリーズ、今回は斎藤道さんです。史実では、息子の義達と対立し、最後は息子に撃たれてしまうという結末を迎える道さんですが、何でもありの信長の野望、親子仲良く、戦国時代を生き抜いてもらいます。国力はかなり強くしましたが、パラメータの方を見ていきますと、道さんは全て高レベル、しかも野望は95とかなり高め。武将のパラメータもまずまず能力があるし、息子も戦闘力が高いのでなかなかです。史実と違い、息子と仲良し、忠誠度は100にしました。周辺国との関係性は、信長との友好度は70で、婚姻送りということは、こちらから攻めると武将の忠誠度が下がるので、滅多にこちらからは攻めない、しかし向こうからは攻められる可能性あり。美濃の北にいる、姉が皇子も同じ関係、なので南北には攻められないので東西に攻めるでしょう。8ヶ月ほど金策した間に、朝倉家、武田家、北条家、本願寺家が領土を広げていますが、斎藤的には大丈夫でしょう。では、頑張れ道さん。圧倒的な武力で攻められるのに、攻めないですね。武将の数が多くないからかな？その他の理由がちょっと思いつかないです。しかし、ようやく動きがありました。共同で戦おうと模索し、単独で朝倉領に突っ込み、勝利します。感染モードなので、こと細かに斎藤家の状態が見れないんですが、なかなか戦をしようという流れにならないのが気になります。1555年だと、織田もかなりおとなしいんですよね。今川に怯えているようなレベルで、左の伊勢に攻めるということは経験上ありましたが、天下を取ろうという勢いは全く見えません。全然動かないとやきもきしましたが、ようやく動いたのは、59年6月、浅井家に攻め込みます。10月に山名家が足利家と共同で旗の家を滅ぼした後、全国的に膠着状態に入りました。55年のシナリオってこういうところがあるので、あんまりやらないんですよね。AI が攻め込まない理由があるんでしょう。2年ほど動きがほぼないまま進みますが、ようやく斎藤、動きます。しかし翌年、近江を六角さんに取られます。このシナリオでは元気な足利家、六角さんを攻める。しかし全勢力を注いだせいか、山城を取られる足利。また膠着状態に入りましたが、道さん、山名を滅ぼす。しかし、
し、後先考えずに突っ込んだもんだから、朝倉に責められます。想像以上に戦が起きないし、一進一退すぎるというか信長の時のようなガンガン行こうぜではないのが予想外です。ということで、膠着状態すぎたので、1571年で終了にしました。ということで、最終的には3つしか領土が得られなかった斎藤道三でした。近隣では足利、朝倉がイケイケで戦っていたと思います。最初に左上の越前に攻めていたじゃないですか。武将の数が6人だったので、越前にみんな行ってしまった。武田の方にも行って欲しかったんですが、行かなかった、行けなかったんではないかなと。前回の1571年の信長の場合は、武将の数は豊富だったので、各地から攻められたんではないかな。なので、鬼みたいな信長以外の大名を作るのは、結構難しそうですね。武将を他国から引き抜かねばならないのかもしれません。どこかに鬼になれる大名、信長以外でいないかな。他国と隣り合っている数が多くて、武将の数も多く、能力も高い大名。武田になってくるのかな。もっと武将を増やして、北条と仲悪くすれば鬼になるかもしれません。今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。